や俺身長めっちゃ伸びてたわ。そうそうなお前は。俺今からだ。そう。男には負けちゃいけない時がある。何急に。ほらこの身体測定で1位を取って池田先生に告白する。1位って何？まずは身長。目標はナンバーワン。どんな手を使ってでも、俺は学年での最高身長を叩き出してやる。今からじゃ何も変わらんだろ。いやー、なんとか1位を取れたよ。何したん？いやー、バレなきゃ大丈夫。俺はドーピングをした。あ、お前な。セノビックだ。直前で一杯飲むだけでこの通りさ。そんなすごいの、セノビックって。いやー、慌てて脚立を持ってくる先生の姿が滑稽だったよ。次は視力検査か。この目でもう、未来まで見てこようかな。あれ、身長どうしたお前。あ、効力が切れたようだ。お前は何歩だった？俺そんな良くないよ。0.3 とか。そうか。仇は取ってやる。何の？まあ、よしとしよう。だから何が起きた？いや、簡単な話さ。後ろからポンと叩いたら前からギュンって出てきた。目が。そんな柔らかいのお前。ボードがすごい近くに見えたよ。まあ、そんだけ前出てるやな。だが結果は 2.0 だった。まあ、それ以上ないからな。最後は体重か。体重計ぶっ壊してくる。落とすのやめてくんない？どうすんの？これはもう、食べるしかないな。食べる？かなどこ。